皆さんいらっしゃいませ。新宿2丁目エメグリというお店でアニソンバーをやってるママのゆいでございます。今日はですね、エメグリ放送局として、第1回目の放送となります。パチ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 あー孤独な作業ですね、私マニアックステーションというもの、マニステというものをもともとやってたんですけども、こちらをエメグリチャンネルとして再始動しまして、ですね、こちらのエメグリチャンネルではアニメや、ゲームとか、アニソンとかボカロとかそういうことに特化した、チャンネルにしようかなと思ってます。もちろんあとですね、新宿2丁目のこともそうなんですけども、芸にまつわることとか新宿のこととか、新宿のお店のこととか、いろいろそういう情報を発信していけるような番組にしていきたいなと思ってます。そんな感じでですね、今日は1回目のエメグリ放送局なので、アニソンバーらしくアニソンのお話をしていきたいなと思ってるんですけども、その前にここ最近のエメグリのこととかもお伝えしながら、最後ら辺にアニソンの紹介していきますね。基本なんて言ったらいいんだろう、マイペースにやってきますので、皆さんも焦らずにお待ちください。焦ってる人はいないと思いますけれどもそんな感じでですね、私は最近エメグリをやりながら、YouTube の撮影したりとか、今度出るイベントのリハをの準備をしたりとか、いろいろちょっとバタバタなんですけれども、ここ最近ですね、一応ずーっと見てるアニメがありまして、皆さんご存知だと思いますけども、大の大冒険というのを毎週欠かさず見ております。いやねー、私の年齢とか年代の人はすごくわかるかもしれないけど、大の大冒険って結構大ヒットアニメで、当時ももちろん見てましたけど、なんて言ったらいいんだろう、もう胸熱なんですよね。もう本当に回が進んでいくたんびに。そしてこの間お客様ともちょっとお話ししたけど、なんて言ったらいいんだろう、ドラゴンクエスト系というかさ、そういうそっちの系統の中のアニメで一番面白かったよね、大の大冒険っていう話になって、でもわかる気がするみたいな、話の展開もすごく好きだし、なんていうの、とにかくね、胸熱なんですよ。もうこんなね、喋ってるんじゃなくて、もう見てください、みんな。もうね、今回リメイクが、ずっと放送されてるんですけども、今どこまで行ったんだろうね。とにかく、ダイという少年がね、主人公の、ドラゴンクエスト系っていうのかな、これ、なんていうんだろうね。でもメラとか使ってるからドラゴンクエストっていうか、そっち系なんだと思うけど。今は、ちょっと待ってください。もう今、携帯を駆使して、見てますよ。全然どこにあるのかわかりません。今、93話だって、すごい、私こんなに見てんの ?93 話って何なのよ。今回やってるのがリメイクなんですけども、もともとアニメーションをやってて、体感的には昔のやつを見てた人が、今回のやつ見ると、10話分ぐらいが5話分ぐらいに結構凝縮されて、サクサク進んでるような感じなんだけど、なんて言ったらいいんだろう、サクサク具合も別に変な感じじゃなくて、ちゃんとしっかり物語を踏んでいってる。で、本当にうまく、流れていってるとか、表現してるなってすごく思うんですけども、いや、ちょっと待って、今自分で見てびっくりしたわ。93もやってんのね。93話。いやー、もう本当ね、ちょっとだけネタバレになりますけども、ハドラー、知ってる人は、ハドラーがね、お行きになるときと、やっぱりね、ポップがやっぱりヘタレなのにどんどん強くなってく
のがいいんだよね、この物語って。なんかダイはやっぱり主人公だから、なんて言ったらいいんだろう、どんどん強くなっていくのはわかるし、ある程度のラインったら本当に強くなっちゃうから、なんかすごくわかるんだけど、ポップはさ、もともとなんか、なんて言ったらいいんだろう、結構逃げたりとか、すぐ諦めたりとかするような感じのキャラクターなんだけど、どん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 なんか強くなっていって、もうね、賢者ぐらいのレベルになっちゃったりとかね。そう、まあ昔はね、結構そう、なんて言ったらいいんだろう、大の大冒険だけどポップの大冒険って言ってる人も多かったね。なんかサブのキャラクターなんだけど、あれはもう本当にポップの物語だよみたいな感じで語る人も結構多かったですね。で、大の大冒険好きな人は、結構口を揃えて言うんだけど、やっぱりハドラーが追い気になる瞬間に本当に、なんかもう喋ってるだけで泣きそう。怖い、一人でただ喋ってるだけでも泣きそうになっちゃった今。いや、ハドラーがね、お亡くなりになる時は本当にね、胸熱なんですよ、本当に。見てほしい。まあ、こんなネタバレされて見たくないって人もいるかもしれないけど。ねえ。まあでもね、もともとやってた作品だからね。まあ、ネタバレのうちに入るのかどうかもわかりませんけど。まあそんな感じで、欠かさず見てるアニメが、今はね、大の大冒険ですね。はい。では、ここからですね、今日のピックアップアーティストを紹介したいと思います。本日のピックアップアーティストは、こちらのアーティストです。じゃらん。ですね。1997年にデビューしましたムーブ様でございます。パチ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 。ムーブ様ね、活動期間は1997年から2013年までですね。ABEX からデビューしました。もともと3人組だったんですけども、途中から1人抜けて2人組で、ずっと活動していっていて、グループなんですけども、こちらはですね、ほとんどの楽曲がイニシャル D というアニメの主題歌に抜擢されてまして、もうほんとイニシャル D といえばムーブといえばイニシャル D と呼ばれるぐらいのアーティストでございますね。まあこれもまた昔の話になっちゃいますけども、アサヤンという番組がありましてね、そこでそのボーカルのゆりちゃんが、なんて言ったらいいの？オーディションを受けに来た時に、こういうユニットを作ろうみたいな感じの企画が生まれて、それで結成されることになったんですけれども、で、1997年、その、アサイアンのオープニングテーマに抜擢されて、ロックイットダウンという曲でデビューしましたね。で、この曲がもうすでにアニメのイニシャル D の挿入歌として使われたと書いてあります、ウィキペディアに。はい。なるほどね。デビュー曲からもうすでにイニシャル D なのね。いやー、逆に素晴らしいよね。ここまで一貫してタイアップをもらえてるっていうか、続けるっていうのはなかなかなんかすごいことな気がするけどな。で、まあ、何枚かシングル出して、私はもうほんと当時衝撃だったんだけど、Raise Your Dream っていう曲を出したんですよ。まあ、こちらもイニシャル D のエンディングテーマに、ね、使われた曲なんですけども、Raise Your Dream になった瞬間になんかもう一気に、なんて言ったらいいの、一気にもう曲風が変わったり、まあダンスミュージックっていう軸は変わらないんですけど、曲の雰囲気が全く変わったんですよ。これはね、もともとムーブを聴いてた方だったらわかると思うけど、もう本当に革命的な感じの曲で、で、この曲ぐらいから本当にバーンって売れ始めて、もう勢いが止まらないで、止まらないまま、いろんなヒットシングルを出して、まあ、うまく喋れない。語らずにはいられないこの曲が生まれるんですけども、ギャンブルランブルですね。いやー、これはね、もう本当にもう破壊的な曲ですよ。もう本当に聴いたらテンションが上がるような、本当に素晴らしい曲でございますよ。
で、まあいろんな曲を歌ってきて、ね、2013年で、歴史を閉じることになってしまったんですけども、その多分ね、私、何年からなんだろう、ちょうど解散する1年半前ぐらいから、たまたまお仕事でご一緒になって、まあ別、同じイベントなんだけど、私は別のアーティストのバックダンサーで参加してて、たまたまその現場にムーブさんがいて、それで仲良くなって、そのまま、ムーブのバックダンサーも務めることになったんですけども、もうほんとご縁しか感じなくて、で、日本で、ツアーのファイナルに1個出たのと、あと最後に、本当解散ライブか。解散ライブのその2つのステージに立つことができたんですよ、私。本当にもう、縁って本当に大事ですよね。なんかもう、もともとずっと聴いてたアーティストの、曲で自分が振り付けして自分がステージに立つなんて、なんかもう、なんて言ったらいいんだろう。感無量を通り越して、もうエクスタシーの絶頂みたいな感じになったんですけど、でもなんかまあ不思議な感じでしたね。なんかギャンブルランブルとかもまあ踊ることになってね、まあ本当にもうありがとうございますしか思ってませんね。まあ今日のおすすめのアーティストはムーブというグループですね。ムーブ .o.v.e という感じで表記されてますので、ぜひぜひ皆さん調べてみてください。そしてどっか調べたりとか DVD とかも発売されてるので、ラストライブには私も出演してますので、ぜひぜひ痩せてる頃のゆゆを見てください。はい、まあそんな感じで今回のピックアップアーティストはムーブでした。はい、まあそんな感じで長々と喋ってまいりましたけども、今回は私が今ハマってずっと見てる大の大冒険とムーブ様のご紹介でした。次回はまたまたいろんなことを話していきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。